もし芸人以外で働くとしたらどんな仕事をして活躍したいですかという質問です。はい、僕はじゃんデザイナーですね。デザイナー、かっこいい、かっこいいですね。はい、そうですよね。今かっこいいっておっしゃいましたよね。はい、もうデザイナーっていうだけでもかっこいいって思われるんですね、やっぱり。この響きが、響きが、文字がかっこいいですよね。言いたい、言いたい、ただ言いたいですデザイナー、肩書きっていうのが欲しい。はい、ちなみに何のデザイナーがいいとかありますか？そうですね、僕はまあ、芸人でこうグッドデザイン賞を目指している人間なんで、なんで、なんと、はい、やっぱちょっとプロダクトデザインとかしてみたいですよね。いろいろ、もういろんなもののデザインってことですね。はい、いろんなもののデザインを、はい、続いて松尾さんもお願いいたします。はい、じゃん、寿司屋。寿司屋、あ、似合いますね。はい、もう寿司がとにかく僕好きで、うん、はい、やっぱいろんな仕事されてる方、やっぱ寿司職人さんってやっぱかっこいいなと思いますんで。そうですよね。なんかちょっと自分でもちょっと握ってみたいなっていうのがあって、うん、まずはちょっと見た目からはちょっと釣り寄せてはいるんですけども、すごいすごい想像ができますもんね。別に寄せなくていいで、別に寄せなくていい。はい、芸人さん続けながらでもいかがでできるんじゃないですか。どういうイメージだそんな芸人やりながらですか。やりながら寿司屋もう大人気になっちゃいますよ、うん、行列になっちゃいますけど。いやいや、なかなか大変です。仕込みもやらなきゃいけないですし、仕入れとかもいろいろ、そんな生半可な気持ちはできないですけど。そうですね、その通りです。ただネタは別に考えてないので、こいつは。はい、あ、はいはいはい、あ、そうなんですね。小道具もネタも全部僕が作ってます。あ、全部長田さんなんですか。その時間を別に寿司に、寿司の仕込みに当てれば別にできると思う。確かにね、意外といけちゃう。お笑いのネタの方はちょっとお任せですけど、寿司のネタの方はちょっとお任せあるんで。さすがの一言いただきました。はい、一丁上がり、作れネタ。はい、お笑い一丁上がり、はい。